セマホとは、計算機科学において、並列プログラミング環境での複数の実行単位が、共有する資源に、アクセスするのを制御する際の、単純だが便利な抽象化を提供する変数、または抽象データ型である。語源の腕機式信号機セマホは、ある資源が何個使用可能かを示す記録と考えれば、分かりやすく、それにその資源を使用する際や解放する際に、その記録を、 安全に書き換え、必要に応じて資源が使用可能になるまで待つ操作が結びついている。セマフォは競合状態を防ぐ便利なツールであるが、セマフォを使うことで、プログラムにおける競合状態がなくなると保証するものではない。任意以降の資源を扱うセマフォを、カウンティングセマフォ、値がレッド1に制限されているセマフォを、バイナリセマフォと呼ぶ。後者は、 ミューテックスと同等の機能を持つ。セマフォーの概念は、オランダ人計算機科学者、エドガー・ダイクストラが考案した。今では、様々なオペレーティングシステムで採用されている。セマフォアの本来の語義は、視覚による通信、信号全般を指し、腕木通信や、それから派生した鉄道の腕木信号、手端信号などが含まれる。ある図書室に学習室が10部屋あり。 それぞれの学習室は一度に一人の学生が使用するとする。争奪戦が始まらないよう、学生は受付カウンターで学習室の使用を申し込むことになっている。学習室を使用し終いたら、学生は受付所に立ち寄って、その学習室が空いたことを知らせなければならない。すべての学習室が埋まっている場合、学生は受付所で学習室が空くのを待つ。 受付カウンターの図書係は、どの学習室が空いているかは把握しておらず、単に空いている部屋数のみを知っている。学生が申し込んできた時、図書係は、空き部屋数から1を引く。学生が学習室の利用を終えた時、図書係は、空き部屋数に1を加える。学習室の使用許可が与えられた時、その部屋は、必要なだけ使い続けることができる。 学習室は事前に予約することはできない。このシナリオでは、受付カウンターが、セマホ、学習室が、資源、学生が、実行単位に相当する。また、セマホの初期値は10になっている。学生が、学習室の使用を申し込んで許可されたとき、セマホ値から1が引かれて9になる。次の学生のときには8、さらに次は7となる。1を引くと、セマホ値が、 負になるる。という状態で学学生生が申し込んだ場合、その学生は待たされる複数人の学生が待っているとき、彼らは待ち行列を形成するか、いずれかの学生が学習室の使用を終えて、受付カウンターにやってきたときに空いた部屋を割り当てる。割り当て方式には、ラウンドロビンスケジューリング方式等がある。複数の資源に対して使用する場合、セマフォは個々の資源の使用。 解放状態を把握せず、単に個数のみを保持する。特定の資源を指定したい場合は、他の機構が必要とされる。実行単位群はそのプロトコルに従うという点で、信頼されている。一つの実行単位が間違った動作をすれば、公平性と安全性は損なわれ、性能低下、不正動作、フリーズ、クラッシュなどが発生し得る。例えば、次のような動作が間違った動作である。 全実行単位がその規則に従ったとしても、資源が複数種類あって、それぞれにセマホが設定されている場合、実行単位が複数の資源を同時に使用するなら新たな問題が発生しうる。例えば、食事する哲学者の問題がそのような状況を示している。セマホ変数の重要な属性として、その値の変更には特定の関数群を、 使わなければならないという点が挙げられる。ここではそれらの関数を8とする。カウンティングセマフォーでの2つの操作は、歴史的には V と P と記述される。V 操作は、セマフォー S をインクリメントし、P 操作はデクリメントする。各カッコで囲まれた部分は、不可分操作であることを意味し、その部分の途中経過は、他の実行単位からは見えない。セマフォー S の値は、 その時点で使用可能な資源の個数である。P 操作は資源を獲得しようとするもので、セマホで守られている資源が使用可能になるまで、ビジーウェイト、またはスリープで待つことになる。V 操作はその逆であり、使用していた資源を解放する。ウェイトを簡単に説明すると次のようになる。多くの OS は効率的なセマホのプリミティブを提供しており、 セマフォーをインクリメントした際には一つだけ待ち状態の実行単位をアンブロックする。すなわち複数の実行単位を同時にアンブロックした際の無用なセマフォ値のチェック処理を防いでいる。カウンティングセマフォーの概念は一度に複数個の資源を獲得、解放できるように拡張でき、ユニックスでの実装もそのようになっている。その場合の V 及び P 操作は次のように修正される。 ファンクション V、SSI、ファンクション P、リピート、IFS イ,イコール I、SSI、ブレーク。リソーススタベーションを防ぐため、セマホには実行単位の Q が一つ付属している。セマホ値が0の時に P 操作をすると、その実行単位は、セマホ付属の Q に追加される。別の実行単位が V 操作でセマホ値をインクリメントしたとき、 球場に実行単位があれば、そのうちの一つを球から外して実行再開させる。実行単位に優先度が設定されている場合、球場で優先度順に実行単位を並べるなどして、最も優先度の高い実行単位が最初に実行再開できるようにする。実装においてインクリメント、デクリメントや比較の不荷分成が保証されていない場合、 インクリメントやデクリメントが行われなかったり、セマホ値が不正になる危険性が生じる。不可分性を達成するには、リードモディファイライトを不可分に実行できる機械語命令を使用する。そのような機械語命令がない場合、デッカーのアルゴリズムなどのソフトウェアによる排他制御を使用する。シングルプロセッサのシステムでの不可分操作は、プリエンプションを一時的に禁止したり、 割り込みをマスクしたりすることでも実現できる。マルチプロセッサシステムではそれだけでは不十分で、同じセマフォーを共有する二つのプログラムが別々のプロセッサ上で同時に動作している場合に対処できない。そのため、テストセット命令などを使用してセマフォー変数へのアクセスをロックする必要がある。生産者、消費者問題では一つの実行単位がデータを生成し、 もう一つの実行単位がそれらを受け取って使用する。データの受け渡しは最大サイズ N の Q で行い、次のような条件に従う。生産者、消費者問題をセマホで解決する場合、Q の状態を二つのセマホで表す。エンプティコウントは球状の空いているスロット数を保持し、フルコウントは球状の要素数を保持する。完全性を維持するには、エンプティコウントを 実際の空きスロット数より小さくなるようにし、フルコウントを実際の球場の要素数より小さくなるようにする。空きスロットと要素は空の箱と満たされた箱という2種類の主源を表しており、セマフォエンプティコウントとフルコウントはそれら主源についての制御を管理する。バイナリセマフォ輸石は、例えば2つの生産者が同時にデータを急に格納しようとするなどといった。 不正な状態が発生しないことを保証するためにある。このバイナリセマフォーはミューテックスで代替することもできる。エンプティコウントの初期値は N、フルコウントの初期値は0、有積の初期値は1である。生産者は次のような処理を繰り返す。プロデュース、P、P、パータイタミント級、V、V、消費者は次のような処理を繰り返す。コンシューム、P、P、 アイテムゲタイタンフランキュー。V、V。具体的には次のような動作をする。一つの消費者がクリティカルセクションに入る。フルコウントは例なので消費者はブロックする。いくつかの生産者が生産者側のクリティカルセクションに入る。エンプティコウントで制限されるので N 以上の生産者はクリティカルセクションに入れない。生産者は有責により一度に一つずつ Q にアクセスし、 データを Q に入れていく。最初の生産者がクリティカルセクションを抜けるとき、フルコウントがインクリメントされるので、ブロックしていた消費者がクリティカルセクション内の処理に進むことができる。エンプティコウントは球場の実際の空きスロット数より小さくなる可能性がある。例えば、複数の生産者がデクリメントを行っても、油石によって Q へのデータ投入は蓄次化されるためである。 したがって、常に、エンプティコーンとフルコーンと N であり、統合が成り立つのは生産者も消費者も全く、クリティカルセクションに入っていない場合だけである。歴史的に用いられてきた名前である P と V は、オランダ語の単語の頭文字に由来している。V は、バーホチンを意味する。P については、プロバーン、パサー、プロベール、バッケンなどいくつかの説明がある。 セマホの本来の意味であるデーキ通信から V をバージュグ、P をパスセレントする説もある。ただし、ダイクストラ自身は P をプロベールて、バーラガンを略したカバン語プロラグの頭文字だとしている。この混乱の元は、オランダ語でインクリースとリクリースに相当する語が、どちらも V で始まるためで、 かといってオランダ語の単語をそのまま使ってもオランダ語を知らない人は帰って混乱するとダイクストラが考えたためである。アルゴル68やリナックスカーネル、いくつかの英語の教科書では P と V はそれぞれダウンとアップとされている。ソフトウェア工学では一般にウェイトとシグナル、アクワイアとリリース、ペンドとポストなどと呼ばれることが多い。 教科書によっては、もともとのオランダ語の頭文字に一致するよう、プロケアとベイケイトとしているものもある。ミューテックスは基本的にバイナリセマフォと等価であり、時には基本実装が同一ということもある。ただし、ミューテックスは2つの実行単位が同時に共用資源にアクセスするのを防止する構成物を表し、バイナリセマフォは単一の資源へのアクセスを制限する。 構成物を表す。多くの場合、ミューテックスには、所有者の概念がある。すなわちミューテックスをロックした、実行単位だけがそれをアンロックすることができる。対照的に、セマフォには、そのような制限がなく、上述の生産者、消費者問題の例でもそれを利用している。したがって、基本的には、ミューテックスは、実行単位などの実行実態と結びついており、セマフォは、 資源と結びついている。ありがとうございます。